初恋ストラップストーリー井田真紀子出演松本勝。おい、さっきピザ買うたもんやけどな、乙女のときめき初恋ピザ M サイズ。そうや、それ注文したもんや。お前乙女座の方には初恋ストラップがついてきます言うてたよな。乙女のときめき初恋ピザをご購入いただくと、今なら初恋ストラップがついてきます言うてたやろがい。ついてへんやないか。え、俺はな、わざわざな、配達の男に俺乙女座やけどって言うたんや自分から。そしたらそいつ、それがどうかしましたかみたいな顔して、ああそうですかなんて抜かしやがって。どないなっとんねんお前んとこの会社。ちゃんと社員教育しとけよ。こっちはキャンペーンやってる言うから乙女座やって言うとんのんじゃ。そうでもせんかったら、わざわざ知らんやつに俺乙女座やけどなんて言うかボケ。仕方ないからもう一回、俺は乙女座やって言うたんや。そしたらそいつ、なんやけったいな顔して、僕は天秤座ですやって。お前の星座なんか聞いてどないすんねん。ほんだら俺は星座好きの変なおっさんか。いい加減にせよもう。あんな、おい、お詫びするんやったらな、聞いとるか、初恋ストラップピーチとローズ、ピーチ色とローズ色の肉やペアで持ってこんかい。